川端です。よろしくお願いします。今回はですね、ハートの面積が100って分かっている時の正方形のね、面積を求めなさいという問題を解説していきたいというふうに思います。まずこのハートの形なんですけども、正方形と半円2つを足したものになっております。ここでですね、半径をですね、文字で置きます。半径を R と置きましょう。そうするとこのハートが R を使ってですね、表すことができます。ハートの面積を R を使って表すことができます。まず半円2つ合わせると円になりますよね。この半円と半円を合わせたら円になりますよね。なのでこの円の面積はですね、半径が R なので半径かける半径かける π、 つまり πR2 乗ですね。でこの半円2つ分、それと正方形の面積は一辺の長さが 2R なので 2R×2R、括弧 2R の2乗ですね。でこれが100ってことですよね。そうすると πR2 乗足す 4R の2乗イコール100になって、ここで R の2乗でくくることができますね。 R の2乗でくくると括弧 π 足す 4R の2乗イコール100になります。したがって両辺をですね、 π たす4で割れば R の2乗イコール π たす4分の100という具合に R の2乗を求めることができます。でここでですね、今求めたいのは正方形の面積ですね。正方形っていうのは一辺の長さかける一辺の長さ、つまり 2R×2R、これが分かればいいわけですけども、これは今 4R の2乗になりますよね。でここで R の2乗が π たす4分の100なので、ここに入れるわけですね。 R の2乗のところが π たす4分の100なので、よって 4×π たす4分の100になり、したがって π たす4分の400というのが答えになります。いかがということで、ハートの面積からね、正方形の面積をね、求めることができるという問題でした。まあ、オリジナルの問題です。以上で解説終わります。では。